今回はこれからモンスタースタックというトーナメントに出場します。1500ドル出しで1時間ストラクチャー、全部で5日間にわたって行われる大きなトーナメントです。このトーナメントはとても楽しみにしていました。やはりね、ブラインドの上昇する時間が30分よりは40分、40分よりは1時間の方がスキル差が出やすくなります。去年も開催されていまして、その時の優勝賞金は60万ドルでした。今の為替で優勝賞金が約8000万円。今日は確か10レベルまでプレイするんですけど、最後のブラインドが12500です。5万点持ちスタートからで、最後は 20BB なので、今回の WSOP のトーナメントの挑戦の中で一番余裕がありますね。しかもストラクチャーが長いんで、やる気に満ち溢れております。ちょっとまだね、着席することできないので、先にご飯食べてきます。トーナメントの前に頼みましたベーコンのハンバーガーとワンドリンクつけて、こちらお会計が 21.65 ですね。約3000円です。今日は長い戦いになると思われますので、ご飯食べてやっていきましょうか。おー、すごい。ではハンバーガーいただきます。おいしい。卵入ってるんですけど、すごいふわふわです。それを使わずドリンクで流していきます。コーラです。自分の番号は27番です。会場がパリスとバリーズに分かれていて、27番、今日はこちらのブラックですね。ブラックの27番となります。着席しました。今日は1時間ごとにブラインドが上がっていって、10レベルプレイします。10時間です。2時間ごとに休憩20分あって、途中にディナーブレイクが1回、なので最後まで残ると13、4時間かかると思われます。レジストも夜の10時ぐらいまでできるんですよ。ただ僕はね、開幕から打って少しでも優勝確率を上げにいきたいと思います。その時に正しい判断ができているのかどうか、集中してプレイして積み重ねていきたいと思います。おり、I really need it, but what the heck? Five, 39, 32. That's fine. You missed a little. Jeez, I need to pull more than 10,000. 1回目のブレイク入りまして、5万点持ちから12万2900点になりました。ポーカーめちゃくちゃ楽しいですね。今回はストラクチャーが長めなので、前半調子よくてレベルが上がってから負けちゃうってこと結構あったんですけども、まだまだね、みっちり打つことができます。ポーカーなので運の要素絡んでくるんですけども、集中していいプレーを心がけていればチャンスやってきますね。バッドミートで負けちゃう時もありました。だけどね、この走った時のね、チャンスを掴みにいきたいと思います。ポーカーの内容の方はと言いますと、4ベットポットのエースキング対クイーンズで1回負けました。あと3ベットポットの AA でリバーの相手の大きなベッドにフォールドしました。相手が持ってたかどうかは分かんないんですけれども、その相手はクイーンズの時にも僕敗れた相手で、ジャックハイボードなのにクイーンズで2回チェックバックした慎重な相手だったんですよ。なのでちょっとね、バリューに偏ってるんじゃないかなと警戒しました。今2レベル終わった段階でエントリーは2032なんですが、夜の10時まで登録することできるので、まだまだ伸びると思います。明日のデイ 1B もあります。いや、もう絶好調ですよ、モンスタースタック、はい、まだ2時間じゃないですか。今9万点持ってますから。あ、さすがですね。ここに堀内さんがいらっしゃるってことは、はい、昨日のデイ2に、昨日は敗れてしまってフリーズアウトでしたね、昨日ね、はい、今日もね、かなりイベント的にはでかいので、今日しかもじっくりできるし、スキルが要求できるゲームですね。それ同じこと思ったんですよ。これストラクチャーめっちゃいいですね。最高ですよ。最高っす、本当に。ずっとハンド待てるし、まあいろいろチャレンジもできるし、本当、うん、こういうゲームでこの規模でできるってね、うん、もう本当幸せなことです、ね、はい。序盤でて、あの、テンポじゃねえよ、スタック増やしても後半5レベル6レベルであんまり意味ないとは言わないけど、苦しくなること多かったんですけど、はい、今日じっくり構えられるんで。そうですね、はい、だってデイ1この終了でもまだ1200とかですよね。1200、500なんで 20BB っすね。レイトレジが10時までできるんですよ。はいはい、もうギリギリまで直前まで、はい、10時に参加するっていうのはめちゃくちゃ意識の高いことですよね、はい、少しでもね、勝率を上げるために。時間効率とかね、キャッシュゲームのプレイヤーは結構ギリギリとかっていうのもあるんですけど、まあ、トーナメント楽しみだからね、はい、そうです、本当楽しいです、はい、回数を重ねて、しかもあのね、はい、ちなみに私は12万点です。このタイミングください。まだブレーキ中で10分ほどあるんですけれども、何やら準備していますね。もしかしたら今から表彰式やるのかもしれないです。あとさっきのポーカーなんですけど、アンダーズガンから9球でオープンしたら2000の3ビットが飛んできて、コールしてボードで9が落ちまして、フロップでセットにやったんですよ。そしたらフロップでね、
1万のベットをされてフロップでレイズオールインで勝負したんですけど、相手のオーバーペアにクローバーがあったら嫌だなと思いつつ、相手がクローバーなしのオーバーペアだったら勝率 90% 対 10% ぐらいでめちゃくちゃ有利なんですけど、クローバーがあるとね、相手の勝率が 30% ちょっとにあるんですよ。何事もなくそれは増やすことできたんですけど、あとキングスでセットでトリップストーリーになってクワッツになってると今日はかなりついてますね。まあ、その前つかなかった時もあるので、ついてる時にいかに伸ばせるかが勝負です。今奥でレイトレジストが行列できてまして、その方たちと対戦します。今ビッグブラインドの手前で移動になりました。90番になったんですけど、これからニューオープンするテーブルですね。テーブルは4人になってからじゃないと始まらないんですよ。このタイムロスがちょっと痛いですね。2回目ブレイク入って持ち点が 99,700 です。ちょっと減らしました。次からが300、600のアンティが600になります。まだ 150BB 以上あって減らしましたが、ポジションとしては悪くないですね。エントリーの方もだいぶ増えてきまして、今は2453エントリーです。まだまだ増えてきそうです。マカオ時代にたくさんプレイしたリンリンで会いました。ありがとう。グッドライ。いや、ブラックブラック。2回目のテーブル移動です。ブラックの24番、一番最初27に座ったんで戻ってきました。こっちの方にこちら着席します。到着者の皆さんよろしくお願いします。今ブレイク前最後の反応でオールイン入りました。2回目のブレイク入って持ち点が 85,400 になりました。一応5万点から増えてはいるんですが、ポットが取れずじりじり減らしております。次のブレイクが 500,000 で 80BB ですね。まだまだ全然普通に戦います。テーブル移動を2回したんですけど、ちょっとねプロっぽい人が多くて辛めのタックとなっております。ディナーブレイクで皆さんとカツを食べに来ました。食事済ませて帰ってきました。今持ち点は 66,600 点です。次のブラインドが 1,500 で 40BB ちょっと。まだポストクロップ戦います。今日はあと3レベル残ってました。11レベルまでの間違いでした。1,500、1,200、1,500。ポット落としたらフリーフロップでプッシュする展開になりそうです。まずは今日勝ち上がりですね。袋に入れて本日3度目の移動となりました。パリスからパリーズに移動します。まだレベル9の途中なんですが、何やら大移動が始まるようです。時は進んでます。やばいっすね。今47,000点持ちです。大移動始まりました。かなりの人数移動してますよ。今進行中ですが移動しております。移動してるうちにブラインド上がっちゃいそうですね。ブルーの473です。移動していきました。頑張りましょう。
飛びました。レベル10であと1レベルだったんですけれども、最後エースクイーン対7でオーリー負けてここで敗退です。え、なんか すごいショーやってますね。ご飯食べに来てたところなんですが、いつも利用しているこの会場でショーをやってますね。カメラの映像めっちゃいる、これ。ほらすごい。はい、一緒に撮ってもらいました。ありがとう、センキュー。こちらはダウンタウンのクリーモントというところでして、土日や週末の夜になるといろんなパフォーマンスをやっているフェア、ライブが行われています。最後にね、その映像をお届けして終わりにしたいと思います。僕の次回挑戦するトーナメントはミリオネアメーカーという、去年の優勝賞金が100万ドル1億3400万円の大きなトーナメントです。それまでね、また心と体を鍛え直します。